無は、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では114番目に、置かれる。字は、獣の足跡を意味する。説問開示によると、十の古文で、無が、獣の足が地面を踏んだものの処刑。九が勝負であるとする。変貌の意図としては、獣に関することを示す。変貌の配置構造としては、下の足の位置に置かれる。なお通常は、 囲いの中は、無形であるが、上の変貌から貫いている時は一角目が、まっすぐ隣に、点の形となる。注意することは、売りの、無がそのまま二角であるの対し、の、無形は点に合わせて三角と数えられており、明朝体のデザインによっては三角を強調しようと一角目の、終端と二角目の先端とのずれ具合を、大きくするものがある。 電車などでは終端を臨場にした一筆で書けるものであり、売りと同様の変化である。三角と数えるのは単に分類を目的とした、各数順和座書の性格上、統一性を持たせたものであって、筆記する際にわざわざ話して書かなければならないというものではない。なお、お、構成要素と、う、ぐ、金は新たな変貌となっており、もっぱら勝負として使われている。 そのため、これらを構成要素とする漢字はもっぱら変や冠に従って他の部に収められており、部は他の部に分類しきれなかったものを収めている。ありがとうございます。